ゲーム中に片手間に食べれるのってなんだ。ウィダーインゼリー。唐揚げくんだ。違うね絶対。全然違うんじゃない。何が欲しい。食べ応えが欲しいの。それともお腹を満たせれば何でもいいの。手軽に食べれて腹を満たせるもの。それこそウィダーとかじゃない多分。だから腹は満たされないんだよバカめ。じゃあパン。パンでしょ。パンか。ベースブレッド。パンはまでもお腹にたまるから結構あれじゃない。食べ片手まで食べれる。たまんなくない。パンってたまることね。スカスカじゃんだってあれ。俺の大会の時とかなんかチョコパンとか食べた毎回。エーペックスの時とか。なんかパンってあんま意味ない気がするんだよね。チョコでかいな。なんか悪いの。川瀬と花子さんなんか悪いの。パンあんま意味ない。なんでなんで。友達が言ってたよな。米は意味ないって。米？米やん。米もパンもや。何を言ってるお前は。え？何の話してる。パンも米も意味ないってこと。パンも米も意味ないんだよ。何食って生きてんの今。だからやっぱその意味を持たせるのためにそのパンにやっぱサンドイッチで具入れたり。あ、肉挟んだりね。そう。肉と一緒に米食ったり。パンオンリーが。そうオンリーが。そう単体がやっぱ意味ないんじゃないかなと思って。塩パンとか食ってるやつ頭悪いってことね。え、ほそうそこまで言ってないぞ。まずいなこれ。そこまで言ってないな。ここに将来あれポッポあれだっけ、あれ将来パン屋さん、あパンじゃないか。あ僕パン屋さんになろうかなと思ってます。かわいい。かわいい。きなこ印のパン屋っていうのをやろうかなと思ってます。すごい。えマジで作れるの。えパン作れるの。パン作れるっす。すごい。ちょいちょいだからパン屋に目指して今頑張ってますね。何パン得意。何パン得意。この前カレーパン作って焦がしたよ。でもすごい。それカレーも自分で一から作んの。あそうっすよ種から。すごい。種からって何。あのカレーのパンの中のやつを種っていうの。すごい。あじゃあスパイスじゃないそんなわけないじゃん。なんかでもあれ簡単っすよ種は。キーマカレー作るだけだからほぼ。結構じゃあカレー美味しいよな。キーマカレーを作るだけ。パン屋さんになろうかなと思って。でもブサイ曰く意味ないらしいよパン屋さん。ね意味ないらしい。違う。単体が意味ないんだってあって。パン屋意味ないんだ。それになんかね付き合わせがやっぱいいね。パンに付き合わせてジャムとかってこと。パンってなんか自分で作っても美味しく作れないんだよな。物によるんじゃない。きなこの夢は意味がない。パン屋です。きなこまで言ってないよ。言ってないな。なんか横田よりか、まあ、俺の夢終わった。言ったことになってるやん。すごっ。ジャスさんが適当こいてるだけなのに、うちが言ってることになってんだ。川瀬おぼっちゃまやの。いや俺おぼっちゃやってない。だからだよお前。おぼっちゃやれ。おぼっちゃやれ。そのあれがだよね。待っていい。あなのでちなみにやめてって言ってもやめれないねこの子。ちょっと悪化してるよね年々。年々 ね。どんどん低くなってんだよ笑い声。いやでもねそれ私なんで低くなったか分かったんだよ。何？あの犬がさたまに鳴くからさノイキャン入れるのよ。うん。でもノイキャン入れると私の普通のなんか笑い声高すぎて拾わないの。うん。だから低くなったんだよ笑い声。調整してんだそれ。ノイキャン基準なんだ。悲しいなんか。笑わないとなんか感じ悪いみたいじゃん。いやそれ。別にお前そんなならんでしょ。違う。だから高いと入んないから低く笑いになったの。あーなるほどね。俺らなんかつまんないってやつだと思った今。で、なるなんだ。今のよ、今の完全にそれだよ、それだよ。つまんないってなったもん。ジャスさん大丈夫なの。なんか咳多くない。なんかね、麻酔すると喉一回デッティするんだよね。なんかアレルギー的ななんかな。怖いね。歯医者無理だから麻酔ないと。痛いよね。めっちゃ怖いこと言っていい？うん。やだ。喉焼くのおすすめだよ一回。は？違う違う、あの自分でじゃないよ。それは分かってるよ。なんか喉の奥の部分を焼くと、うん、喉が広がるの奥の部分が。はい。
そのどちんこ周りとか。本当にあんの、本当にあんの、その治療が。そうすると空気が通りやすくなったりして、うん、喉が良くなるみたいな。ガチ。蓄膿症の手術とかじゃなくて、なくて単純に喉焼くの。喉の、俺焼いたことあるけど、喉の奥を本当に焼くの。喉の奥ってかその、広がった感じすんだ。喉チンコ周り、あもうね、写真で見せてくれるんだけど明らかに広がる。それ痛い。歌上手くなった？歌は上手くならんよ、そんなならんか変わらんか。じゃあ別にしなくてよくね。うわごめん、歌だったんだ。メインだからね、やっぱ歌か。開くってでも上手くなりそうやけど、声量とか増えそうやけどね。確かにな。でも音程は変わらんよ。どんなに喉が良くなってもそれに関しては音域は広がらないか。うん、音痴は治らんか、別に喉開いたところで。音痴は絶対治らんよ。別のやつやで、ね、それはもう。待て、あずぴ、めっちゃいいのもらっちゃった。何？川瀬いる？はい。あずぴ、めっちゃいいのもらっちゃったよ、川瀬。何？あじゃあから、相場のリーコンまとめもらってきた。え、すご。えぐ。ここに、あの、さっき言った白の右側打つやつがある。1分40秒のやつ。うぅー眠い人はなんかあくびしただけやけど。腹ペコ怪獣。腹ペコ怪獣。花ぶさリサイタル。今マジでジンベエザメと同じぐらい口でかかった。練習してよ。リコンの。なんかプライムセール買った？サーキュレーター買ったよ、うち。何サーキュレーターって？なんか部屋の扇風機に似てるんだけど、扇風機じゃなくてなんか部屋の空気を。なんかクーラーとかの冷風をなんか部屋全体に行き渡らせるやつ、送風機みたいな。そんなあるんや。そう、扇風機じゃないのよ。じゃないんだ。そう、なんか節電とかにもなるらしい。エアコンの温度そんなに下げなくても部屋にすぐ冷たい空気が行き渡るから、すごいいらしい。買ってみた。これかワイヤレスヘッドホンかイヤホン欲しいな。でもヘッドホン、でもイヤホンすぐなくしちゃうから、やっぱヘッドホンか。なくすってどういうこと？なくすことある？あるあるある。片耳だけどっか行かん？え、ブルートゥースなん？そうだよ、ワイヤレス。外で使うようなってこと？外で使うやつやんね。そうあ、じゃあエアポッツとかもなくすってこと？そう、俺3回なくしてる。あんまわかんない。なんでそんななくすんだ？この手前の壁と、あれはアップルが出してるさ、ヘッドホン高いけどかっこいいよ。ファッションヘッドホン、やっぱファッションいいよ。かっこいいよ。でもヘッドホンはね、もうね、ここになくさないからいいよね、絶対。エアポッツマックスってやつ、これかっこいいよ。エアポッツマックス、8万するけどね、これなんか。はびっくりやんね。でもヘッドホンはね、剥げるからやめたほうがいい。剥げんだよ。絶対剥げないだろ。私昔さ、ヘッドセット使ってる時代の時にヘッドセットが重すぎてさ、もうなんか厚み、その重みでなんかつむじがなんか毛根がなんか押しつぶされて、つむじだけさ、マジで一切髪生えてこなかった感じ。ガチでグイド。マジでそこだけめっちゃ薄かったからね、毛が。だからマジ本当にヘッドホンやめた方がいいよ。イヤホンでしょ。いや今もハゲてる。いやちょっとヘッドセットやめたら生えてきたのよ。嘘つき、ハゲてる。おんまえおんまえって。ほんとだよ。ハゲブサハゲブサ。ちハゲブサやめてよ。ハゲブサだ。ハゲブサだ。やめてハゲじゃない。やめてハゲじゃないよ。男から聞く会話だよね、それ。そうやね。ハゲてる。あの小学校の頃に使った赤青鉛筆わかる？半分上下が色違うやつね。あれいつまで使ってた？うわでもあれさすがに小学校で卒業した。マジそうなんやね。やっぱみんなそう言うわ。俺高校まで使ってたわ。だって中学からさ、なんかボールペン OK みたいな風習なかった？あれか OK なったけどさ。でだからあれで書いたよ。あれ良くなかった？めっちゃ。いやまあ良かったけど、でもだってさ、ペンの色多ければ多いほどマウント取れるみたいな。あったね、あったね。緑とか使ってるみたいだよね。黄緑マみたいな。やべえやつさ、なんか1本のボールペンに8色ぐらい入ってるやついんの。なんかぶっといボールペンの芯の中に8本ぐらい色が入ってて、やべえやついた。
やっぱノート綺麗に撮るやつすごかったよな。うん、頭良かったノート綺麗に撮ってるやつ。1600人は結構いますよね、なんだかんだ言って。俺1600。あ、1600なんだ。で、ツイッター見やすいからね、やっぱ。もう戻れん。そうなんだ。うん、ネットサーフィン用の 1600dpi だこれ。え、それ FPS やってるとき感覚変わったりしないの？うん、どういうことだって、はいはいはい、マウスでこうやって動かす速度とゲーム内の方が低いんじゃない？感度。うん。おお。もういいわ。え、ツイッターと戦士一緒なん？物産って。え、一緒じゃないの？一緒じゃないの？あまりに差があるとさ、やっぱ FPS やってる時の感覚変わっちゃうから。 3200dp、うん、ごめん、だったらどこでもいいの？1600だっけ。 1600dpi だと結構ハイじゃん。もうちょっと待って、レベル高いなこの話。はい、ネクストレベルだわ。さっき会話が理解できたら運だったもん。もうごめん、これうちが悪いかもしれない。うちが悪いらしいこれ。どうやら。いや、わかるよ。いや、言ってる意味はわかるよ。本当そんな女やる、うん、また女の話してない。顔合せは女やん。いや、違う、なずなさんがねミュートやからね。俺ゲーム内ボイチャってディスコードで。え、なずちゃんのこと女って呼んでるの？え、ぐいよ。違う女。あ、強いこれ。そうですね、関西で。はい。で、今度はこっちのラインで振り向かって、うん、もう何もせん、ただのポンチそのまま打つ。そう、それで入る。で、それするとダブルショックだってなる。あ、先に打ってからってこと？まず先にこれを打った後にポンって打つとダブルショックだってなる。めっちゃいいの教えてもらってるやん、こんなん。しゃがむの。しゃがみながらつの、1回目は。デートしてない。これもう。2人だけの空間。経験デートやん。いいな。お前ら。初デート、定点デート。うん、あ、いいな。待ってて。ちょっと、もう。もうちょっとこっち。なんか？そう！オーケーオーケーオーケー。入った。オーケーだったわ。これもう本当に合わせ、ん？もう、ん？これ特に合わせとかなんもないよね。多くすぎるか。ここのラインのちょい左。ここ、あー、オッケーオッケー、手前がもっと。こういうことで？これとか何その定点？何その定点？そうの指の先端。いや、定点デートいいなと思って。指の先端。定点ね。うん。定点ね。そばの指のポーンって待って。指先端を合わせる。そばの指の先端をここに合わせる。指の先端ね。そう。で、ワンチャージ。ワンチャージって言ったじゃん。ダメだよ。そこ、こうじゃない。そう。もうワンバンド。そう。もうちょっと下。人が必死に手って覚えてる横で。違う、そこじゃない、もうちょっと下。そんな離婚じゃ私のこと守れないよ。なんで反応したらいいの？なんで反応したらいいの？キモい。終わってるよマジで。カワセデュフデュフすな。カワセが一番キモいわ。おい、終わってるって。こんな横で必死に頑張ってショックダンスが練習してんのに。こうでしょ、しゃがみで、こうよね。ね、そう、ショックダンスのあれ変えたいな。別に2個だってもいいよ、1個でもないから。やべえ。
ージみんないいリコ打ってほしいでしょ。打ってほしい。ありがとう。打ってほしい。ありがとう。マジありがとう。マジでありがとう。本当感謝。ここ。おお、いけるいけるいける。なるほどね。もうなんか、もう顔面が少年にしか見えない。ちょっと。こだわらん。人が必死に頑張ってるんですよ。もういけるいけるいける。青春やもうこれ。え？え？え？何してんの？事故ってない？鎖骨折ってる今。怖っ。今の鎖骨折れた音なんや。なんか今ナイフに刺された悲鳴でしたけど今。怖い。鎖骨またないなった？襲われてたで。襲われてた。iPhone 落とした。あそんな iPhone 落としたぐらいでメソメソすな。2バウンス。わあ結構やね。2チャージや。2バウンス。それは結構やね。ワンチャージ2バウンス最後。やばい。やめろマジで。